はい、どうもハピネスサークのハピネスです。ワンフレームバトルキッチラインナップ動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、バロキチ2023年1月13日お13日の金曜日到来編です。だからなんだという話ですけれども、ウォーフレーム界においてはまあいいですけどね、あの個人的にテンションが上がるというだけの話なので、はい、ということでね、今回持ってきておりますバロキチなんですけれども、今ですね、新しいサリンのね、ニュースキンが登場しているんですけれども、こちらルナーリニューアルシリーズのうちに入りまして、それにかけてですね、これまで配布されていたルナーリニューアルシリーズのシジル、アンドエンブレムがこちらバロキチの商品として並んでおります。この中で新商品になりますのはこちらですね、今回ルナーリニューアルウサギエンブレムだと思います。はい、こちらをね、まだ持ってない方はデュカット55、ゲーム内クレジット4万5000から購入が可能ですので、ぜひこの機会に購入を狙ってみましょう。さらにですね、新商品がもう一つあります。それが何かというとこちらです。マスカスセオドライトクルースーツレギンス、ついに、まあ背中につけるものがない限りはですね、他の外装品がない限りはついに、まあちょうどこの足の部分ですね、マスカーズセオドライトシリーズが揃ったんじゃないかという感じですね。これはちょっと後でオペレーターに一式を着させてね、その様子を確認したいと思います。はい、そして、今回はですね、プライムド系はこちら持ってきました。プライムドクイックドロー、プライムドタクティカルパンプ、そして、プライムドコンティニティですね。まあこの中でこれは絶対欲しいよねっていうのはこちらプライムドコンティニティになります。まあ最大ランクでプラス 55% のアビリティ効果値感を得ることができるので、こちらかなりおすすめです。場合によってはね、プライムドクイックドロー、プライムドタクティカルパンプ、使う武器も存在するんですけれども、例えばこちらは、ザリマン戦行った時に手に入るフェラルクスという進化武器のショットガンですね、それと相性が良かったり、まあ、個人的にはですけれども最近出たテネトプリンクスとの相性がいいかなというのも感じてたりだとか、まあいろいろと武器によってはみたいなところがあるので、まあ必須とまでは言わないんですけれども、あったらいいなというプライムド系のモッドですね。この中で必須どれですかって言われたらもう完全にプライムドコンティニティになりますので、こちらを購入するよう検討してみましょう。はい、さらに武器はですね、プライムドデュアルクレバース、こちら持ってきました。この武器は非常に強力でですね、まあちょっとリーチが短いのが微妙っていう場合もあるんですけど、まあその点に関してはまあプライムドリーチしかり、リーチというモッドで範囲を伸ばせるので、まああんまりデメリットには働かないかなというところもあって、さらにこれクリティカル倍率がもともと3倍、さらにクリ率25の、状態昇格率25という感じで切断が強いんですよ。なちょっとね、そのデュアルソードで振りも速いし攻撃速度1なんでね、うん、まあその点をちょっと見てみると、まあオーソドックスというかかなりバランスの取れた武器で、完全デメリットですよねみたいな風に言えない武器なんですよね。さらに増強モッドもありますので、その点鑑みると非常に火力の助けになってくれる武器の一つであるという感じです。なので今回かなりこれ回収の優先度高めても良いとハピニュースは思っています。こちらちょっと改めて挙動の映像を流してますけれども、ガーッとね近接ブンブンで攻めていくだけでも全然余裕で倒せちゃうみたいな感じです。正直ですね、先日投稿した動画、速さは正義というサムネイルでね作った動画があるんですけど、それに本当は入れようと思ってたんですけど、尺の問題で入れるのやめたんですけど、バロキチがこのタイミングで持ってくるんだったら入れればよかったなみたいな、そんな風に思う武器でもあります。こいつ結構おすすめです。個人的に大好きです。はい、そしてこちらがプリズマオベックスになります。この武器に関しては、先ほどのプリズマデュアルクレバースとは違って状態異常が非常に高い武器となっておりますので、状態異常よりにモッド構成を組んであげるといいですね。さらに衝撃ダメージが強くて、スライディング攻撃をすると敵を吹き飛ばすという能力があります。まあその点ちょっとね使い方難しいんですけれども、あの状態異常で敵の弱点属性で攻めるような構成で、
モッドを組んであげるとですね、破壊力が出るという武器になっていますので、まあ個人的にこのプリズマデュアルクレバースと、じゃあプリズマオベックスどっち先取ったらいいですかっていうふうに質問されたとしたら、俺は断然こっちを優先した方がいいと言ってしまうんですけれども、だからといってね、このプリズマオベックスが使いづらいとか、火力が出ないとかそういう意味ではないので、ぜひこいつもね余裕があったらゲットしてみてほしいなと思います。こちらね、挙動の動画今流していると思いますけれども、先ほども言ったように状態異常で組んで、敵の弱点属性をつくような構成にするとかなりの破壊力が出る武器となっていますので、まあ、きちんとねモッド構成も、出撃するステージに合わせて調整してあげるという風にしてあげれば問題なく使える武器だと思います。ただ格闘武器なんでね、かなり接近しなくてはいけないので、まあその点フレームのアビリティと、ちょっと相談して運用するみたいな、まあそんな形になると思います。はい、今回に関しては武器2つを持ってきましたね。その他に関しましては外装品、こちらシャンダネですね。プリズマヤマコシャンダナ、綺麗ですね。これめちゃめちゃかっこいいよね。いやー、俺もしばらくね、いろんなフレームにつけて使ってましたね。いや、これはねおすすめでございます。今このメサにだって若干似合ってますからね。まあカラーリングの問題でちょっと浮いてますけれども、うん、きちんと、溶け込ませることも可能だったりします。はい、派手すぎず地味すぎずというちょうどいいところです。さらに、装飾品ですね。こちら、これゲーム内クレジットのみで買えます。これいいですよね。俺もアーセナルのそばに2つポンポンと置いてますね。デュカット必要なく、まあちょっと高いんですけれども、ゲーム内クレジットから購入が可能です。さらにはキーティールのカラーパレット、無課金から購入可能なカラーパレット、まあかなりね色は偏ってますけれども、こいつも優秀なカラーパレットの一つですので、ぜひ購入を検討してみましょう。さらにはね、この肩の外装品、胸の外装品、足の外装品と非常に優秀なものを持ってきております。この三角形の部分ですね、まあちょっとねこのセカーラがちょっと邪魔で見づらい部分もあるかと思いますけれども、これ両肩につけられるやつですね。さらにはお腹につけるやつ、胸当てですね。これも非常にかっこいいですよね。まさにバロ騎士のこの三角形の頭をもじったようなね、そうデザインしたかのようなものです。これ足の横に、あーちょっとメサちゃん見づらいな、ちょっとご自身のねバロ騎士ぜひ来ていただいて自分のフレームでチェックしていただけるといいかなと思います。ふんふん、ダメだねちょっと見づらいですね。まあ一応ね、足につけられる、横につくのでそんなにね邪魔にならないかと思います。いろんなフレームにつけられる、レッグプレートだと思いますね。あとはね、シミターのスキンだとか、まあちょっと俺もまだ持ってないんですけれども、アロースキンとか、まあいろいろと持ってきてますね。ゴルゴンのスキンとか、はい、魅力的な商品たくさんの中、こちらも持ってきてます。ロータスエフェメラ、まさに今ねこのメサちゃんにつけているやつです。この花がねこうふわふわと落ちていくやつです。これはもともと天の根でね配布されたエフェメラの一つでしたけれども、今はバロ騎士のね商品として、ラインナップされるものとなっています。これはね非常に綺麗なので、ぜひ、まあ、こうしたねフレームでもいいですし、まあ、普段使い OK の女性フレームに OK の、まあ、いろんなね、ところで使い勝手のいいエフェメラとなってますので、ぜひ購入を検討してみてください。かなりね高くなっちゃうと思うんだけどね、あれもこれも買おうと思うとね。はい、あとはシジルとね、プレックスカードを持ってきています。これはダイモス系の、エネミーのプレックスカードですね。非常に美しい絵柄です。はい、これもいいですよね。はい、こちらもデュカットは必要になるんですけれども、装飾品として飾ることも可能ですので、ぜひこちら購入を検討してみてください。そんなに高いものじゃないしね。もうこういう絵柄は俺大好きなんだよな。はい、そしてついにはバジリスク戦闘機が復刻品として登場でございます。はい、こちらはかつてね新商品として並んだものですけれども、こちらついにね、復刻商品としてラインナップされるようになりました。まだね見たことない人は、これねたまらん人もいると思うので、プラモとか好きな人これたまらんのじゃないかね。ぜひね今後他にもシリーズがね、復刻されるはずですので、こちらも購入を検討してみてください。今日すごいね、なんか祝福めっちゃ多くね。はい、ということで今回のバロ騎士ラインナップ動画については以上になります。新商品のウサギちゃん、まあ、この時期しか多分配布されないはずだと思うので、まあ、優先的に買っておいた方がいいと思いますね。コンプリートしたい方は、あとはねクルースーツレギンスということで様々持ってきております。
はい、じゃあ最後にちょっとオペレーターのね、その意識を確認してみましょう。はい、じゃあ一旦オービターに戻ります。さあ整いました。こちらがマスカーズセオドライトスーツの完成品でございます。デフォルトカラーですね。緑色に赤いライト、いやこれかっこよくない？いやレトロな感じいいですね。おおすごいですね。こうして見るとまた一段と、まあちょっとシジルは本来ないですけれども、かっこいいですね。結構細身なんだね。もっと俺ずっしりしてるのかと思ったんだけれども、これかっこよくないですか？へえ、これ一式揃えるとこんな感じでね、ちょっと頭でっかちな感じがね、なんかのゲームに出てきてたのかな。リメイクというかなんというか、なんていうの、そのオマージュっていうの、他の作品に出してたやつをこっちにウォーフレームに持ってきたよみたいな、まあダークセクターのねプロトスキンしかり、そういう感じなのかな。まあちょっと具体的なあれはわかんないですけれども、あのこのライトカラーといいね、レトロな感じといい、ハピネスは好きですね。ただねレトロと言いつつね、あの腕のところの腕はこれぐるぐる回ってんだよね。袖が来た時にも突っ込みましたけれども、これがまたおしゃれですよね。非常にかっこいいです。はい、カラーリングを変えるとね、またちょっと印象も変わる感じで、これランダムとかいけるのかな。あーこんな感じでちょっと適当に、あまあ全体の色でいきましょうか。かわいいね、女の子のなんかスーツみたいな感じで、あかっこいいねこれ。黒ピンクはいいですね。おーまあなんかね、いろんな印象で見えますね。ちょっとコーパス寄りなね雰囲気がありつつという感じで、これいいですね。はい、まあ今回はね足のみを新商品として持ってきたわけですけれども、まあ先ほどのバジリスク戦闘機じゃないですけれども、まあ今後いずれ、このスーツの部位を、復刻商品としてバロキシが販売するはずだと思いますので、まあもしね買わなかった方は、その時期を待つっていう感じですね。このカラーリングをね買ってからじゃないと確認できないっていうのはなかなかミソですよね。はい、ではそんな感じでね、今回のバロキシラインナップ紹介動画については以上になります。またねバロキシが到来した際にはこうした情報系動画も出していきますので、ぜひ参考の一つとしてご視聴いただければと思います。この機会にチャンネル登録もいただけましたら嬉しい限りです。動画の評価やね、皆さんの感想のコメント、情報シェアのコメントもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。バイバイ。カメラ近くね。お疲れ様でした。